サロメ・アレクサンドラ時代のハスモンアサ。サロメ・アレクサンドラは古代イスラエルを支配したハスモンアサの女王。ハスモンアサの王、アレクサンドロス・ヤンナイオスの夫人でヨハネ・ヒルカノス2世とアリストブロス二世の母。アリストブロス一世と結婚していたが、夫が紀元前103年に当地わずか1年で死亡すると、夫の兄弟で投獄されていたアレクサンドロス・ヤンナイオスを 釈放、結婚して統治者とした。紀元前76年のヤンナイオスの死後、息子で清アナヨハネヒルカノス2世を大祭司とし、自らは女王として統治を行った。これは、次男アリストブロス2世の不満を高める結果となった。夫の遺言に従い、弾圧されていたファリーサイ派との和解を果たし、民衆に影響力を及ぼしていたファリーサイ派の権勢は、ますます高まった。 エジプトに亡命していたシモンベンシェタ派を呼び戻し、サンヘドリンの議長に任命した。ハスモナサを敵視していたファリーサイ派との和解は、一応国内に安定をもたらしたものの、息子たちの権力争いや重税に対する民衆の不満は募りつつあった。記録によれば、肝臓くらいの大きさの麦の穂、オリーブの実ほどの大麦の実、金の粒のようなレンズ豆など豊富な収穫物に支えられ、 富裕な生活を送っていたと言われ、穀物の3分の1、果樹園、ぶどう畑の収穫の半分を受け取る権利を持ち、園税など間接税による負担も民衆には苦痛であったと思われる。ファリサイ派は、ヤンナヨス時代に自分たちを弾圧した人々に報復し、ディオゲネスラを殺害した。このため、反ファリサイ派は、アリストブロスを先頭に反発し、彼らに、ヒュルカニア、 アレクサンドレーオン、マカイロスを除く要塞の守備を任せることになった。アルメニアの王ティグラネス2世が、シリアのセレウコス朝支配を目指し進軍してくると、死者を送り友好関係を確認した。結局、ティグラネスは、共和制ローマとの戦いのため帰国し、事なきを得た。アレクサンドラが、重病になると、アリストブロス2世はアガバへ脱出し、パライステスの庇後下に入った。 アリストブロスはファリーサイ派の戦王を嫌い、権力奪取のために挙兵した。アリストブロスには続々と合流者が現れ、エルサレムの長老団やヒルカノス二世は狼狽した。彼らはアレクサンドラの決断を求めたが、アレクサンドラは彼らが得策と考える手段を取れば、良い。自分は体力も尽きてしまい、国事に気持ちを向けることさえできないと述べた。アレクサンドラは、 まもなく72歳で死去した。彼女の死後、息子たちが後を継いで大いに就いたが、やがてポンペイウスに率いられたローマ軍が到来する、ことでハスモン朝サの時代は終焉することになる。ありがとうございます。